热烈的掌声请欢迎他一下，谢谢。我会使讲吼，咱即届诶高级班啊，是真幸运诶一届。咱有一个日本真有名诶，对日本诶历史、对日本诶教育非常诶专家，伊名叫做小明木善贤。啊，伊呢伫旧年十二月二十诶时阵，咱去日本。咱去靖国神社，啊，去即个做啊做啊皇宫的时阵啊，伊甲咱按来足侪，啊，好不容易吼，啊，经过几个月以后啊，咱甲邀请来台湾，啊，会当讲是咱非常的光荣啦吼，啊，伊的课呢要来讲两点钟久，但这两点钟久你免烦恼，伊不要讲台语，不要讲北京语。所以咱有一个翻译，啊、哦，咱会甲各位翻译，啊，一句一句翻译，啊，稍等恁有问题，咪使甲问。来，咱来欢迎咱今日讲师小明木，善贤，来演讲。哎，这边，哦，好。伊是很不容易，啊，今日呢，我有四位的日本人，来，咱来请这四个日本人来徛咧台顶，甲咱介绍者。你来介绍。大家好。啊，じゃあ、すみません。じゃあ、紹介いたしますので、よかったらどうぞ。堀越レミです。他说他叫做那个爵月。堀江よしみです。ごめんなさい、絵の感じは堀絵ですよね。絵は三千人絵です。这一位叫做爵江爵江小姐。神永です。他叫神永，神就是天神的神，然后永远的永。神村です。お願いします。神村、神って神様の神で、上村。あ、然后最右边这位是上村、上村先生。有啊，头声好。皆さんこんにちは、おなぎ善光と申します。我叫做おなぎ善光。本日は会議の開催誠におめでとうございます。今日真欢喜来参加咱这个迄个国际的迄个上课。また本日はお招きいただきまして大変光栄に存じます。啊，现在来一旦好要。和民政府来邀请来这讲课吼，实在是真正是一件光荣的代志。ご主催の皆様、そしてお集まりいただいている皆様には心から感謝申し上げます。はい、感謝大家。谢谢。
また今ご紹介のありました日本からも研修で4名の方が見えているということで、本当に遠くからありがとうございます。心から感謝申し上げます。後でプレゼントがあります。今日は某四位那种南少年的日本朋友来参加、真感謝因。はじめに簡単に私自身の自己紹介をさせていただきます。今開始我要自我介紹一下。日本でインターネットを使いまして、根津さんの独り言という、ブログを書いております。こちらの画面になります。这是我的部落格哈，我有建立一个这个部落格。一日に大体5万人、3万から5万人、1ヶ月で100万人ぐらいの方がお見えになります。这差不多一个月哈，差不多有3万至5万的人会来看我的那个部落格。日本で一番売れてる週刊誌が、大体月間で50万部ぐらい。ということですから、その倍ぐらいの方が見に来てる。差不多一間差不多三万至五万、那一个月差不多有100万。所以你若讲迄落杂志，那滴发行的杂志卖通好的，那差不多50万。所以差不多有迄个两倍的人数来滴看。ただ週刊誌は有料ですけども。こちらはタダで見れるという。你若看迄落杂志啊，吼，迄是爱开钱去买，啊，看我的这个部落格是唔免钱的。主に日本人としての誇り、日本人というのはどういうものなのかっていうことをこのサイトを通じて情報を発信させていただいております。我这个迄落部落格吼，拢是伫写讲日本人是虾米迄落。就是咱有什么传统的物件？毎日大体6000字から9000字ぐらい。每一天吼，差不多拢会写一篇文章，差不多6000字至9000字的文章会铺上去，迄落这个部落格的顶端。大体人が話すと30分から40分ぐらいの量。你若讲6000字至9000字吼，差不多那用咱咧嘴里讲的，差不多爱30分钟。原稿用紙だと50枚ぐらい。你那一下做迄落文，安尼迄落，咱迄落方格子吼，迄个都爱差不多50张的迄落作文稿子。そういう記事になってます。で、こちらが私の書いた本でございます。あ、这是我出的迄落册哈。こちらにあります本は4月の6日の発売。这边这边这册这是迄落。迄落四月开始买迄落出版的册。こちらにあるのが元文部大臣です。这位吼，中山陈彬吼，这是本来伊有迄落担任吼日本的文部科学大臣的一个迄个。私ではありません。唔是伊，唔是伊本人，是迄落担任过迄落文部科学大臣诶，之类教授呢。おかげさまで向こう側の本は日本の大手の書店さんで総合ランキングで4位になりました。这本册吼，已经伫个顶年的11月已经发行啊，卖了啊算未歹啦，就是伫个迄落综合排行榜内底排做第四名呢。インターネットのアマゾン書店本のサイトですと、歴史部門で1位におかげさまでなりました。で、ヤマシンの迄落書店的排行榜内底是歴史的排行榜内底是排第一名。先生。さて、ここからがお話でございます。今开始来讲咱的迄落正题哈。これは分かりますでしょうか。咱大家敢知影，看张图敢知影这什么迄落什么物件？女儿节，ひな祭り，女儿节。はい。日本の三月の日本のお祭りでございます。啊，这是日本三月的迄落祭日吼，咱那厝的有查囡仔吼，拢会摆这出来迄落
もうずっと、はい、千年以上も昔から女の子の成長を祝うお祭りとして、日本で行われてきました。这是从一千多年开始都已经有有这类迄落祭典了，都是有这类迄落祭典仪式的，就是讲。那厝有查囡仔吼，咱拢会买这啊来倒来扛啊啊，迄落祝恭伊迄个成长过程一切顺利安尼。一番上に二人男性と女性が、あはい、一番上に男性と女性がいます。これはどういう方かわかりますでしょうか。这点管吼，第一同头同点管站，这有一个查甫的甲查某的，哈啊。您感觉，大家感觉这是什么款的人物？天皇，天皇っていう。なぜ天皇と言えるか。どうして天皇だと分かるのか。您想那怎样是天皇？実はこの帽子の冠なんです。好，这顶一挂一滴，这个迄落，嘿，这个头壳这个吼，这个。站起来，这个迄个帽啊，冠が立ってます。嘿，站起来，这个帽啊，就是因为这个帽啊的关系。天皇以外はすべて垂らすか丸めるかしなければなりません。こう天皇的帽啊吼，是安尼站起来，啊，村内的迄个贵族吼，拢是不安尼垂落去，啊，无就是爱甲卷起来安尼。それで天皇だとわかります。所以你若看到迄个徛起来，就知影讲这是天皇，这先是天皇安尼。で、このこれひな壇に壇になってるんですね。偉い人から順番です。你较官位、较迄落高官的、迄落高层的人，都是拢徛安尼摆落来。啊，你若愈低层，都是地位愈低的迄落的。代表天皇の次に偉いのは大臣ですよね。でも女性です。本来吼天皇的下骹应该是大臣，但是你看伊这迄落雛祭里这下骹是迄落啊，这查某的，拜查某的。男性の大臣っていうのはこの下の段になります。所以你查甫的大臣是摆伫这查某的下骹一站。それだけ日本では女性が昔から大切にされてきたっていうことなんですね。所以日本的文化是一种对女性是一种真尊重加迄个因保护的迄个观念。こちらが明治天皇、こちらが昭和天皇でございます。好，这咱有的人可能有熟悉啦，吼，这杜平这张是。明治天皇啊，正平这张是迄个昭和天皇。二人とも冠が立ってますね。そこでですね、天皇というのは日本人にとって、そしてまた、皆さん方台湾の方々にとってとっても大切な存在だと言われておりますけれども。なぜ天皇が大切な存在なのかということについて今日お話をしたいと思います。咱今仔日就是讲，要来讲这个天皇吼，甲对日本人来讲，包括咱在座的台湾的各位嘛是包括伫日本人内底，所以天皇对日本人来讲有啥物重要的存在？上に立ってるからとか地位があるから偉いんじゃないんです。本当にみんなが納得できるものがあるからみんなが偉い人って思ったんです。天皇不是讲因为伊徛伫殿馆吼，所以伊就做安尼，做高贵安尼吼，啊，咱都一定爱尊重。不是因为安尼，是因为咱大家拢感觉讲，哦，伊就是，互咱会尊重的，咱才。在一直安尼，一直尊重落来安尼，有迄个理由。そこで天皇とは私たちにとってどういう存在なのか、そのことを信中国の皇帝との比較で考えてみたいと思います。咱即嘛就是讲天皇吼，有对咱来讲是什么款的存在吼？
阿兰用日本的天皇甲这个希腊中国的迄落皇帝来做一个比较之类哈。皆様方ご存知の通り、中国で最初に皇帝を名乗ったのはご存知の通り秦の始皇帝です。咱各位在座拢有了解讲，咱同早中国吼有迄落称帝的吼，就是这个秦始皇，为秦始皇开始，吼秦始皇开始伊家己称帝，就是称皇帝安尼。図はご覧になったことがある方も多いんじゃないかと思います。今から2600年ぐらい前ですけれども、中国では大変国が荒れて、それぞれの国同士で戦争ばっかりやってました。2000多年前吼，这中国吼，真正拢是都是安尼安尼，各国安尼吼分立啊，都是寻求割据安尼，拢伫度斗争安尼吼，分割足侪国的。その中国を最初に統一したのがこの秦でした。将这中国吼全部拢统一起来，就是这个迄落秦朝将中国全部给统治起来。最初の統一が秦だったので、中国は今でも秦、シナと呼ばれています。因为就是中迄落秦朝吼，这秦朝统一这中国啊，所以秦啊，咱都讲这秦啊，就是讲这个叫。秦朝的秦，就是即马延伸落来，就是秦啊，就是支那迄落伊的名称。この秦の王様の名前を姓と言いました。这秦朝的迄落皇帝的名叫做郑，政治的郑。哎，秦王郑无，吼，嘿，咱若读过，可能就知影秦王郑嘿。秦王政はとっても強い軍隊を作って、全部の国を滅ぼして、自分が一番上の王様になりました。伊吼秦王政伊有足強的迄落組織即軍事力量，啊伊將即邊仔的迄落迄落王，算講國王弄個拍倒去安尼。それぞれの国に王様がいたんです。その王様よりも偉い王様になったんです。所以吼，伊就比算讲，伊就感觉讲，伊是比在迄落国王拢国家国王就对啊啦，伊比因国家官级安尼。で、王様より偉い王様のことをなんて呼んだらいいのかということを部下の学者たちに命じて、いろいろ考えさせました。所以吼，伊就开始要叫伊下骹手的人去想出一个名，讲你这我比这个国王更加高级，所以我袂使给我用国王的名尔，我应该想一个更加好的迄落名称来吼，来称迄落称呼我家己安尼。で、いろんな学者がいろんな名前を考えるんですけども、どれも気に入らない。所以，はい、所以一寡迄落学者就帮伊想足侪名，但是伊拢袂介意就对啊。で、最後に。自分でつけた名前が皇帝です。所以ボヤイドカリカリ想出一个迄落名叫做皇帝，アイドカリ称帝都是皇帝，伊是称皇帝。俺が一番偉いんだっていうわけですね。あんまりそういう人とは仲良くなりたくないですね。我是皇帝吼，我统大。但是咱可能感觉我未爱甲这种人做伙安尼吼，这种人安尼家己讲家己安尼做。足大足厉害啊！你就对了。それが紀元前200年ぐらいの出来事です。でこの後はい。这差不多在紀元前200年左右的代志嘛。その後秦はすぐに滅ぼされちゃいまして、で次から次へといろんな国が立ちました。了其实真。金朝并无讲足久的嘛，了后都换做迄落迄前汉呐吼，啊，尾啊都有迄落后汉啊，一直安尼变化落来嘛吼。やっと戦乱を終わらせて中国を統一したのが隋です。换了这朝代了吼，到尾啊，佫甲佫中国吼，这中国佫再统一的，就是这个迄落隋朝，
水调就又再度统一这个中国。西暦589年。在那个西元589年的时阵，約800年の間ずっと国が乱れてたんです。800年です。差不多800年的时间，拢差不多拢是安尼安尼，都是安尼群雄割据啊，底下安尼斗争相怕。で、隋がやっと国を統一するんですけども、その隋もお父さんが亡くなったら、せがれの代になってまたすぐ滅んじゃいました。这个隋朝嘛是吼，其嘛是无长嘛是几十年啊，都过因为伊都是个。伫个迄啰精力吼，拢用伫兵诶，啊，怎规个怎啊，佫拢佫倒去啊，无几年都佫倒去啊。次にできたのが618年の唐です。过来就是618年诶时阵诶唐朝。唐は比較的長く持ったんですね。で、その唐の時代の一つの例、唐の時代を一つの例に引きまして、で、唐の仕組み。統治の仕組みをちょっと述べてみたいと思います。なんだ比較と唐朝的时阵吼，伊的时代是有较长一丝啊，但是咱用这唐朝的制度吼来迄落检讨一下迄落即马的迄落现代制度。皇帝がいます。有这个迄落有皇帝。皇帝は民衆を支配してます。那皇帝吼，直接统治这个民众百姓。どうして皇帝が支配民衆を支配できるかというと、皇帝は上帝ってこれ神様です。神様から天命を受けたというふうにされてます。这个皇帝是因为吼得到这个迄啰上帝的天命啊，所以伊有这个权力来迄啰统治这个百姓。神様から天命を受けたただ一人の人間ですから神様の代理人です。神様の代理人ですから、神様と同じだけの権力を振るうことができる。所以是，伊是得到这上帝天命，所以伊是有唯一的统治者、统治者，吼。伊有全部的权力，拢伫个伊的身躯。皇帝の下には政府のいろいろな機関がありました。伫个皇帝下卡有设置这种迄落中书省门下省这样迄落机关。行政機關、中書省、文科省、小書省、それぞれ、ここが国の政治の発案をするところ、こちらがそれを発案したものを審議するところ、そしてここが小書省というのが実行機関です。那来看这张图，就等于有设置这个吼中书省、门下省跟这个尚书省嘛。啊，你看这中书省，伊是一个迄落企划，那来讲企划啊、花案啊。提案的所在啊，门下省就是要审议啊，尚书就是来执行的所的迄落机关。けれども、この政府機関というのは何の権限もないんです。但是吼，这个迄、那个伊这个机关吼，行政机关并无什么权力。実行できる権限を持っているのは皇帝ただ一人。最后做决定的，就是这个皇帝。皇帝有掌握所有的权力。それが昔の唐の仕組みです。这都是迄啰古早迄啰唐朝时代的一种迄啰组织。皇帝は民を支配してるんです。もちろん小書省執行機関の下には全国のお役所があります。お役所を通じて民衆が支配されているわけですけれども、皇帝虽然讲有直接伫个迄落，但是伊个都透过这个机关吼，这迄落尚书省这下骹阁有设置，这就讲全国的迄落，敢若讲类似迄落县长啊啥拢啊，透过这个迄落行政机关啊来迄落指挥这个咱这百姓啊呢。皇帝は神様の代理人ですから。皇帝が言うことには誰も逆らえない。因为皇帝是迄啰即神的迄啰代理人，所以咱逐无人会使甲迄啰反抗。逆らったら殺されるだけです。你若反抗，你就叫太死。
自分が殺されるだけではなくて自分の家族まで殺されます。啊，不止你个李永泰，是你厝厝的家族拢会叫，嘛顺便把你太太掉。皇帝の周りには将軍がいます。でも将軍は皇帝に逆らえば殺されます。你那嘛是迄落伊伊靠迄落将军啊，将军你嘛是弄反反皇帝嘛是会叫将军嘛是会叫太师。つまり皇帝にとって将軍は私物です。所以你讲伊伊靠有迄落将军啊，将军嘛是伊的，算讲规个都讲物件拢是，拢是伊的迄落私人的所有物的迄落艺术的对啊啦，嘿。将军にとって兵隊は私物です。对迄落将军来讲，伊下骹阁有迄落军队啊，军队，都是伊的迄落将军的迄落私人物的对啊，伊会当去甲迄落指挥啊，啊要创啥就创啥呢。兵隊から見たら一般の民衆は私物です。うん。あ、軍隊、軍隊的迄落来看吼，啊，你一般的民众都是伊的军队，伊通啊指挥你，啊，你嘛是伊的迄落私人所有物安尼的一种代迄落艺术的对啊。私物であるというのがどういうことかというと、これ私が家から持ってきた扇子です。咱讲到这私有物吼，是安怎讲来介绍这私有物？私有物的，我即马手底提这个迄落扇子哈。これ私のものですから。因为这是我的物件。私はこの扇子を捨てても。我甲丹尼さん哈。つまり殺す。啊是讲甲创个派嘿。あるいは誰かにあげる、人身売買する。嘿，你若讲像这我要给杀人，啊是讲你甲比喻成人物，就是讲我要甲卖掉。吼啊，甲卖去堆啊，做啥物迄落啊，吼。啊るいは破いてしまう。啊是讲我要甲破坏，要甲剃起来，剃掉。私のものだから私の勝手です。这都是因为我的物件，所以我有这个权利，我会使随在我要剃，要甲迄落，要甲烧，要创啥拢会使。それが私有するということなんです。这都是私有的状态，私有物的状态。即马要讲，就是讲，你这个物件呐是我的私有物，我都有迄个权利，同我要安怎就安怎。社会の一番上、皇帝から将軍、兵隊、お役人、一般の民衆に至るまで、すべてがそういう支配の関係、私物の関係で構成されています。所以这个迄个构造，就是讲为天皇落来，啊，不是为天皇，为皇帝落来。啊，伊这个将军、这个军队、这个百姓，安尼就为顶管一直甲你支配落来，你甲统治。啊，所以拢是属于你伊这个思想，就是拢属于这个你的私人的所有物安尼，伊同啊甲你支配。いわゆる中国人という人たち、漢民族と言いますね。所以你讲中国人，伊这个迄落民族是大部分拢是汉族。実は漢民族が漢民族の皇帝を持ったのはこの前漢の時代だけです。啊，其实吼，你若讲汉族的人吼，实际上捌做过皇帝，过啊这个前汉这个时代吼，皇帝是汉族的人做过尔。あとは五官からこの隋唐、明清元すべて外来王朝です。あ、上や後边来一直落来吼，全部拢是外来的迄落皇民族来做皇帝。自分たちとは全く縁もゆかりもない外国人が勝手に民衆を私物化したわけです。自分のものにしたわけです。所以外国的迄落外国的民族来做皇帝吼。甲咱甲遮个迄落，伊遮个迄落中国百姓，甲当作拢是家己个迄落私人个迄落物件，伫支配、伫统治、伫使用。中华民国ができる前に清という王朝があったのはご存知と思います。中华民国成立之前就是清朝嘛，咱大家拢知影嘛哈。ご存知の通り、清の王様は女真族です、満州族。清朝的伊的迄落本，伊的民族就是这个女真族哈。その女真族が北京にやってきて紫禁城を作りました。这女真族都是入来这个迄落北京。
その資金上の中の公用語は助身語です。所以有一个迄个紫禁城嘛，嘿。助身語、満州語。満州？満州語。満州啊，はい、一個紫禁城、一個迄个満州満州国？満州語。満の言葉、満州の言葉。迄个満州語吼，満州語的迄个因是讲这个满州语嘿。中国に科挙っていう難しい試験の制度があったのはご存知と思います。わかるかな？科挙。うん、科挙。科挙という難しい試験があった。ああ、はい、科举制度哈，伊有这个，伊都将清朝伊都是拢用这个迄个科举制度来和迄个和大家考试哈。これに合格した中で一番成績の良かったごく少数の人だけが女真族の言葉満州語を喋る権利を与えられました。所以你若考，你若迄落通过这个科举迄落考试的时阵吼，你若分数较悬的人吼，你才会当得到讲温尊来去学这个伊的女真语，迄落满洲语安尼。つまり紫禁城にいる皇帝と紫禁城の周りにいる中国人とは言葉が通じないんです。所以你伊带的女真族带的这紫禁城内底吼，啊，其实甲这边啊迄落汉族的人吼，佮话语是袂通的。これが清王朝でした。这都是一路清朝的一古早迄个状态。漢民族が紫禁城内に無断で侵入しますと、所以你那汉族的人，你那入去伊个紫禁城内底吼，你都会去哦处理处分。捕まってみんなが見ている前で領地刑という刑を受けました。所以你那无伊的温存吼，走入伊紫禁城内底吼，你就随去要抓起来，啊，伊就开始用迄落刑法，甲你处分，啊，伫个大家迄落众人的面头前吼，甲你迄落刑迄个科迄个法。どういう経過というと、柱に縛り付けます。嗯，甲你绑伫条仔顶安尼。裸にして、男も女もです。查甫拢甲你脱个光光安尼。で。腕の肉、ももの肉からナイフでえぐり取っていきます。啊，用刀啊吼，啊咧，为手吼，手一点一点甲你刮，无得为安尼脚一点一点刮，啊再过来甲你刮你的胸腔嘛，把一点一点甲你刮落来。人間体の端っこの方から肉を削がれますと、血が胴体にみんな集まってくるんだそうです。所以咱人的迄落吼，咱人的身体是安尼。你只呐迄落把安尼向又受伤挂去，啊，只呐挂去，啊，伊咱的血吼都拢会集中来这个迄落胸腔嘛，只。三日ぐらいかけて胴体に血がパンパンに溜まった状態でお腹を突き刺します。所以等你吼，慢慢啊，迄血吼拢积来这胸腔的时阵吼，差不多两三天了吼，伊就用迄落啊，甲你为你的胸腔嘛，甲擦。そうするとお腹からピューっと血が出て、やっと死ぬ。三日かかったそうです。啊，所以你按个，伊都最后伊用迄个，你都刀啊，给你插落，啊，你个血全规个拢喷出来。啊，你啊，这都叫做，这都以一种迄个因的腔调，一种叫做凌迟刑安尼。慢，迄血也慢慢啊，爱差不多两三天再，互你安尼，互你死去安尼个插。同じ民族ではないからそこまで残酷なことができるわけです。うん、真正是迄落残忍的迄落民族的迄落处分人的迄落方法。台湾民政府って言いますね。この民という字を使ってます。じゃあ、なんで台湾民政府を用这个民嘛哈？这个民、今要来介绍这个民。この民はもともと中国で生まれた漢字ですけれども、日本ではこれを民と言いました。这个字，中国来讲，这个是民啊，但是伫个日本，咱读作叫タミ，哈。タミ，タミは田んぼのみんなです。タミ就是这个田んぼ，就是哈，迄个咱迄个稻啊，哈，咱迄个田んぼ稻啊，做稻啊的所在啊，这民啊就是大家，啊，大家伫做稻，大家拢伫底下安尼，迄个种田做稻啊，啊，叫做タミ。つまり仲間たちという意味、はい、仲間たちという意味で日本人はこの民民民という字を使っています。
所以这个塔米就是讲，底下大家底下做底话安尼，咱大家都像咱大家拢坐伫遮，咱拢同心的意思，咱大家拢是同款的，这个便宜嘛。もともと中国で生まれた時のこの民という字っていうのは全然意味が違うんです。で中国这个民吼，完甲这伊迄落日本这个迄落塔米这个意思吼，是完全不同款的。どういう字かと言いますと、上に四角がありますね。这点光是四角哈，四角这类。これですね、四角。この四角何かっていうと人間の目なんです。这是表示讲咱人的目睭，哦，这四角的所在是表示这目睭。これ。でもこの四角目玉がないですね。但是伊个目睭内底吼无目睭人呐哈，伊这面这内底无目睭人嘿。目玉がない理由がこの下にあるこの十字です。これ。这下靠这个安尼勾起来，这安尼就是敢那像这伊这边啊，这有一个迄落尖，哈，哈。これ何かって言いますと、人間の目玉を潰すための針なんです。専用の道具です。伊这下靠这个就是表示讲这尖吼，这着尖专门滴滴甲这咱的面呐吼，这面将这面的诶目睭甲擦到目睭无看呀呢。人々を支配し、言うことを聞かせるために人々の目玉を針でつついて潰してしまう。啊，因为这要通敌哈，为着这较好来通敌哈，啊，所以伊都目睭甲擦个无看呀呢啊，迄落百姓。その目玉潰された人のことを民と言いました。所以目睭强擦无看的叫做民。どこなもんじゃないですよね。一般民眾的民。そういうことなんです。非常に元々のその漢字っていう中国で生まれた漢字っていうのはこのように残酷な意味を持った漢字が大変多いです。中国的迄落汉字吼，真侪这种有，就是这种迄落残忍的迄落方法啊，甲倒倒起来写作迄个字啊，都。三星的迄落艺术，其实后边吼真侪是真无人道的迄落行为。日本の軍隊がかつて中国大陸に行きました。过去日本軍有迄落进入迄落中国大陸。中国に城塞都市ありますね。入因迄落日本迄落中国的迄落都市迄种迄落都市内底迄落，その城塞都市に日本の軍隊が中国の国民党の兵隊を追い出して日本の軍人さんたちが入ってった時にそこでたくさんの目の見えない女性たちを保護しています。伫个日本軍吼进入中国的时阵吼啊。啊！甲迄落，就是要甲迄落中国国民党赶的军赶走的时阵哦，伊伫个迄个因迄个城市内底吼，发现讲真侪迄落女性吼，拢目睭拢无看去。どういう女性たちかというと、元売春婦の女性たちでした。啊，是安那只无看，目睭无看的迄落女性吼，是，就是因都是因为是拢本来拢咧做迄个卖春的，拢方便去做卖春妇的诶路线。日本の軍隊はお城を攻撃するときは一週間前に何月何日の何時何分からお城のどこを砲撃しますというところまできちんと空からビラを撒いて告知をしてました。日本軍吼要入去中国要甲攻打的时阵吼，进前即第一拜进前都一定会去为迄落天顶的迄落啊发传单吼，先甲你讲，我当时啥物月啥物日几点要甲你轰炸啊，所以恁遮民间的人吼，爱去闪避吼，爱赶紧闪避，一礼拜以后当时都是先去通知就对啊。なぜそんなことをしたかといえば、お城の中にいるに住んでいる一般の人たちに先に逃げてもらいたかったからなんです。是安怎伊安尼做，就是讲要让遮迄落民间，因为不爱予民间的人吼，会迄落无必要的伤害，所以要予因先走，所以就一定爱予，就是爱先甲因通知，予因先离开，讲伊要通知，其实是要攻击军尔，伊毋是要攻击民间的人啊。
そのためにわざわざ飛行機でビラを撒いたんですけれども、目の見えない女性たちはビラの字が読めません。所以日本軍吼 EDA 一路发传单用迄落发电机安尼安尼在播诶，啊，都传单扛迄落放落来，结果发现讲，那遮侪迄落走女性吼，拢无走，拢留到留伫迄落城内安尼。だから随分たくさんの女性たちを保護しました。たくさんの女性たちを保護しました。好，所以伊就变作讲。伊伫个攻击的时阵，变作足侪迄落查某人去用弹死去安尼，因为伊拢无走嘛，伊目睭无看，都无看到伊个迄落传单呐。なぜ中国では売春婦の女性たちの目をつぶしたんでしょうか？是安怎伫个迄落中国的迄落卖春婦哦，伊是安那爱甲目睭甲迄落毒物无看去。目が見えたらお客さんの襟好みをするから、あるいは逃げ出しちゃう可能性があるから。因为吼，你那伊这卖窗户，你那目睭，伊目睭那看吼，伊可能第一，伊可能会惊人客啦，啊，第二，可能会偷走去，啊，所以因这你伫个迄落买的迄落做生意的人，伊对用这种方法，甲目睭甲毒甲迄落甲查我无看安尼。売春宿のオーナーさんからしてみれば、自分が雇ったんだ。自分が雇ったから自分のものだ、俺のものだ。だから、はい。所以你这里、这里你买卖的所在人，伊就会感觉讲，这是我去买来，我去请来，这是我是一个私人物的想法，这是我的物件，我要甲藏就甲藏安尼。客の襟好みされたら俺が困るんだ。你若甲我拣人客，也是甲我偷走去，吼，我都。高いお金を払って買ってきたんだから、逃げられたらうちのお店が困るんだと。我你偷走去，我都了去呀。我你买，甲你买来，我都开足侪钱的。过你偷走去，我都了足侪呀。実はこれが人が人を私有するということなんです。啊，这意思就是讲吼，这人吼，人将人甲当作你的迄落私人物品安尼的观念。人が人を私有するということの恐ろしさっていうことをご理解いただけたと思います。では日本ではどうだったのかっていうのが今の話がこの中国の皇帝の話ですね。この要するに政治によって支配する。では日本ではどうだったのかというのがこっち側です。这边就是吼，咱都正讲的吼，迄落中国的皇帝，伊都是直接来迄落统治。甲人当作伊家己的迄落私人的迄落物件来滴通知吼，啊，这边就是天皇，咱日本的迄落天皇的迄落制度，吼。実は日本の政治権力者、昔は太政官と言いましたけれども、この太政官の持ってる政治権力は中国の皇帝と同じ権力です。这边的这咱看到这大政官，大政官就是当地处理迄落国家的迄落政治的吼，事务的代志的迄落，迄落啊，其实这个抗战是甲这皇帝吼，其迄落中国皇帝其实是甲这个迄落大政官的抗战尔。中国の皇帝なら自分よりも偉い人がいるなんて絶対に許しません。中国皇帝其实伊都是感觉伊是同大，无比国家大吼。でも日本では。この太政官、政治の一番偉い人を選んでるのが天皇なんです。所以你伫这日本的制度内底吼，伫个这甲同款的抗战这个，伫选这个迄落太政官来统治这百姓的人是天皇来选的。天皇は政治権力を持ちません。天皇是伊是无伫掌握讲迄落政治的统治权，政治権力者をあなたに任せますと言って委ねる、政治権力者に委ねるだけです。伊国は讲委托吼，委托这个迄落部分，这太政官的人来执行这个迄落统治的工作。そして一般の民衆、つまり我々ですね、私たち民衆は天皇の宝物とされました。所以咱的迄落的抗战，就是讲一般的他们，就是讲咱一般的百姓，
一般的百姓，咱一般的百姓是天皇的神明嘛，就是阿弥陀佛啦，就是大玉宝。你写作汉字个大玉宝，咱拢是天皇的宝贝，就对。政治権力っていうのは何でもできる権力、人を殺すこともできる、奪うこともできる権力です。この人は何でもできます。私はこの扇子を自分のものだから、捨てても破いても誰かにあげても私の勝手です。皇帝の勝手です。所以这边的通牒制度就是讲你这个皇帝就是伊掌握所有的迄落权利。啊，这物件就是一种我家己私人的，我通啊处理的观念。ところが日本では政治権力者が統治しているこの一般の民衆っていうのは天皇の旅なんです。所以，但是这边咱这边日本的迄落统治的迄落观念是讲，天皇来委托这个迄落大太政官，啊，在太政官来统治咱这一般的百姓的时阵吼，一般的百姓伊是。伊唔是伊的私人物品呐，伊袂使讲要安那就要安那，伊是予天皇请，啊请来管理了，伊爱对天皇来交代，唔是讲我要安那就要安那，啊我天皇交代我来管理这迄落民众啊，这迄落百姓啊，我都要好好啊甲因照顾的观念。これがどういうことかっていうと、いうのをこのコップで説明します。好，咱用这个迄落杯啊来说明。このコップはこの台湾民政府のものです。这个杯啊是咱台湾民政府的杯啊。これ私のものではありません。不是我的杯啊哈。ですから私は今このコップは私が持ってますけれども。虽然我今摕着这个杯啊哈。私はこのコップを勝手に誰かにあげたり、あるいはゴミ箱に入れて捨ててしまったり、あるいはこっそり持ち帰ったり、持ち帰ったら泥棒ですよね。所以我袂使甲讲，这个杯啊，我随便讲，我要予伊，还是讲甲迄个解，还是讲我家己摕个炸到倒去厝的安尼，我炸到倒厝变作我共偷摕物件。私が持っていても、虽然我今嘛摕着这个杯啊，これ私が家から持ってきたコップなのか、この会場のコップなのかによって全然このコップの処遇って違う。所以这个杯啊吼，是因为这个杯啊是。这个现场的杯，也是讲我家己摘来杯啊吼。这个无同款的意思，就是讲伊的迄落遭遇会变作无同款，伊的迄落受到的待遇也变作无同款。私はこのコップを割ろうと思ったら、今私が持ってますから割ることできます。所以这个杯啊，那是我的吼。我若讲要甲削个破，我今嘛就同我甲削个破。そーっと持ち帰ろうと思ったら持ち帰れるかもしれません。でも。これはあくまでも台湾民政府のコップです。私のコップじゃないです。あ、这个杯啊，不是我的，我无法度甲伊抓到等，所以这，これが台湾民政府のコップどころか天皇の宝物だったらどうですか？所以这个杯啊是台湾民政府杯，这个杯啊那是天皇的迄落重要的杯啊的时阵的结果的是什么款？だからこの政治をする人は何のために政治をするかといえば、みんなが豊かになるように、一般の民衆が幸せになれるように、そのために力を尽くすというのが政治を委ねられたもの、天皇から政治を任せられたものの役割だっていう考え方になるんです。所以咱这个民众，咱一般的民众吼，过什么生活，就是因为天，你这个大政官这个迄落统治者吼，是因为是因为受到天皇的委托，啊来照顾这个百姓，安尼的关系，所以伊袂使随便讲，要来家己安那就安那。わかりいただけますでしょうか。同じセンス、同じコップであっても。これが台湾民政この天皇の宝物であるか、私の私物であるのかによって、コップもセンスも全然その待遇は違ったものになってしまう。それなんじまどし用这个比喻どし讲，你这个物件是你家里的，也是这个公的。你若公的，你都袂使乌白来乌白处理。啊，你若家里的，你都
虽然讲你会当迄落话，所以因的命运会无同款。これって究極の民主主義です。一番民が大切にされる形です。这都是日本一种终极的民族主义。民族主义，这是正港的民族主义，就是讲你一般的民众会受到保护，袂去用统治者甲你迄落随便甲你处理安尼。つまり天皇の存在によって一般の民衆の自由も公正さもありとあらゆるものが保障されているわけです。这是因为这迄落民众是天皇的臣民啊，所以你这未去遭受到其他的迄落因这迄落，没那个。民衆が選挙によってリーダーを選べばっていうのが今の民主主義ですよね。今の民主主義就是说有一个統治者来给你指挥啊呢。最初から皇帝がいるわけじゃなくてみんなが選挙で選んだ。啊，都他诶，咱大家来选举啊，选一个迄落 leader 啊呢吼，来指挥。でも選挙で選ばれたって上に立った瞬間に。俺のものだってやったら同じことです。啊，結果徛在頂冠哦，就開始安尼，恁拢是我管的啊哈，嗯，我要安怎就安怎吼，即马敢若有一个，啊，嘿，做做副对，做为做，就開始做为做副啊哈，嗯。天皇という存在があることによって、一般の民衆が本当に幸せな。所以这边的都无同款，这边就因为咱有天皇的存在，这天皇的存在就是天皇，咱是属于天皇的臣民的宝贝，所以伊这个迄落大政官都未使乌白来甲你迄落啊，要讲要做威做福，要甲你抬，要甲你挂，要甲你抢，要甲你迄落啊，拢未使。日本では少なくともこの国こういう国の形を7世紀今から1300年前に成文化しました。所以这个在日本这个。这个是伫个差不多纪元超七世纪吼，超1300年进前吼，都开始有这个迄落成文的迄落规定嘿。実際にはもっと昔3000年ぐらい前からずっとこの形であったろうと言われています。啊，其实成文规定是超1300年，啊，其实是超3000年左右进前都开始有这个，都是一直这个传统落来。文書になったのが1300年前。成文規定是1300年前。そして今でも日本はこの国のこういう形です。今は日本もし同じような迄落構造吼，もし迄落咱天皇是咱的迄落殿官的存在，都是咱尊敬的对象。日本の内閣総理大臣はもちろん選挙によって選ばれますけれども。天皇から信任されて初めて内閣総理大臣としての権力を振るうことができるという仕組みになってます。それに日本の内閣总理大臣都是因为有受到天皇的任命了，一再再来迄落来统治这个迄落日本的政治。大体ご理解いただけましたでしょうか。阿家讲到这，咱大家有了解不？这中国思想跟这皇帝跟天皇无同款的所在。だから天皇をありがたい存在だと考えるっていうのは意味があってありがたい存在だと考えている。天皇の存在があること、天皇という存在があることによって私たち日本人というのは勝手に売られたり捨てられたりすることがない。世界奴隷という制度はつい現代まで行われていた制度です。ところが日本では7世紀に奴隷という制度がなくなりました。所以你伫个日本这里吼，因为有天皇的制度，所以咱一般的民众是袂去讲去用卖啦，去用迄落，大家拢有保存一个迄落自由。但是这个迄落奴隶的制度吼，奴隶制度是甲最近才改除掉的吼。啊，伫个日本是伫个迄落七世纪了，都拢无奴隶的制度啊。奴婢と言いまして。人口の 5% ぐらい奴隷階層っていうのはいたそうです。それも
7世紀に亡くなったわけです。差不多五パー过去，差不多五パー的迄落人是迄落奴隶阶层呢，但是伫个七世纪左右，都拢已经拢甲消低掉去啊。そしてすべての日本人が天皇の大御宝、宝物とされるようになりました。うん、迄个时阵开始就全部的民，迄落民都是拢咱全。民众拢变作天皇的臣民，就是阿弥陀佛啦。阿弥陀佛啦，就大御宝，咱大家拢是天皇的大御宝啊呢。これちょっとカットするね。そこでですね、次に白州と牛白、この今のその天皇っていうものがどういうふうに出来上がってきたのかということをお話ししたいと思うんですが。休憩しましょうか。10分ぐらい。うん、そうですね。来休憩一下。好，咱休憩一下哈，休憩差不多十分钟哈，十分钟来过，过继续过。休憩，嗯，休憩しましょう。休憩，嗯，休憩十分钟啊，过来继续讲这天皇那形制度是安那形成的哈。好，谢谢。